はい、皆さんこんにちは。さあ、今回はですね、こちら新型シエンタのガソリンモデルですね、ガソリン Z7 人乗りを試乗していきたいと思います。車両本体価格は256万円、オプション含んで、299万100円の車両になるといった形になります。それでは最後ですね、こちらのガソリンモデルが最後の試乗という形になります。バタバタしておりますけれどもね。では早速行きたいと思います。それではエンジンをかけていきましょう。エンジンどこだっけ、これだ。ほい、あ、なるほど。やっぱね、エンジンかかるとちょっとねブルッという振動が伝わってきますね。さあ、では行きましょう。シフトレバーをドライブに入れて行きます。お、すごい、出だしはものすごく軽やかですね。おお、いいじゃないですか。ただやっぱりね、ハイブリッドから乗り換えると、あ、やっぱり静粛性であったり、あとは乗り心地であったりっていうところは、なんとなくハイブリッドの方が、良い感じはしますね。あ、ブレーキのフィーリングいいですね。うん、ダイレクト感あって非常に良いと思います。こちらのね、ガソリン Z になるとですね、アダプティブクルーズコントロールの停止保持機能っていうのはつかない仕様になります。なので、まあ、高速道路行って渋滞に巻き込まれた時、停止をしたらまたね、そのまま車が走り出してしまうっていうところなので、ブレーキを踏まなくてはいけないっていう、そういった、作業がね出てくるといった形になります。で、今、ドライブで停止していて、これからね発進しますけれども、やっぱりねガソリンエンジンのなんかこうブルブル感っていうのはちょっと伝わってきちゃうかなっていうところですね。ただ出だしは結構軽やかですよ。そうね、やっぱり、力の出方というか、まあやっぱりハイブリッドモデルの方が非常にスムーズかなっていうところですね。もしこれで7人乗りするとちょっときついかもしれないな。こうやって街中で普通に走ってる分には、いいんですけれども、ちょっと加速が必要になったり、あとは上り坂でね、ちょっと加速したいなっていうところになると、ちょっと力不足を感じるかもしれない、7人乗りだとっていうところですね。で、車としてはですね、やはりハイブリッドモデルに比べると軽いっていう、そんな印象はありますね。あ、すいませんすいません、ちょっとこちらこそすみません。あ、いえいえ音声検索が反応しちゃってます。うん、まあ値段を考えるとね、車両本体価格250万っていうところで、まあシエンタの購入としては一番つうか、なんかしっくりくる感じはありますよね。オプション入れてもこれで300万以内に収まってますからね。やっぱこのぐらいの価格帯が個人的には良いかなっていう、そんな印象です。やっぱりハンドルは軽めなんですけれども、フィーリングとしてはね悪くないですね。非常に素直な
感じがあるので、その車の操作性としてはとても好印象ですね。で、左折をしていきましょう。視界がいいのでね、本当にね、この車視界がいいから本当運転しやすいんですよ。本当初心者におすすめできる車だと思います。これ誰が乗っても運転しやすいって感じられるでしょう、きっと。乗り心地はですね、乗り心地はハイブリッド Z とそんなに変わらないかなっていう感覚はあるかな、なんとなく。やっぱりあの E4 の方が乗り心地は、しっとり感は出ているのかなっていう印象ですね。決してこの車がね乗り心地悪いっていうわけじゃなくて、これはこれで全然、良いんですけれども、よりねしっとりした、乗り心地が好みな方はやっぱりハイブリッドの4駆モデルが、合ってるのかなっていう、そんなね印象です。プロアクティブドライブのこのブレーキ制御、これはねやっぱり非常にですね安全性高くていいんですけれども、これにねちょっと委ねすぎちゃうと他の車に乗った時危ない感じはあります。視界いいですね、ほんと視界いいわ。視覚が少ない、やっぱりね自分の目で、直接視界がいい車に越したことはないので、この辺は非常に、いいですね。こういうシーンですよね、ちょっとやっぱりアクセルを、まあ、半分までいかないけど半分手前までぐっと踏み込むと今みたいにねエンジン音としては、高まるかなっていうとこですね。まあでもねシエンタっていう車格を考えたら、まあ十分なのかなっていうところですよね。まあ、このねガソリン Z の場合だと、250万ぐらいでこの内装のね質感高いし、あとはね液晶メーターじゃないですか、フル液晶がついてくるしっていうところで満足感としてはまあまあそれなりに高いんじゃないかなっていう、そんな印象です。さっきね通った東京タワーの下ですね、ここから若干上り坂になるので、ちょっと走ってみたいと思います。ハイブリッドだとねこの辺り、力強く上っていけるんですけれども、こちらのエンジン 1.5 リッターでしたっけね、確かガソリンエンジンだとどういう感じになるかっていうところですね。出だしはいいですね、出だしは3000回転ぐらいまでグッと上がる感じですね。なるほど。こういったねちょっとガタガタした路面だとちょっと路面からの入力をしっかり感じるかなっていうところです。よし、今度ドライブモードをパワーにしてみましょうか。やはり発進加速は良くなりますね。
今度パワーのマニュアルモードでいってみましょう。マニュアルモードの場合はシフトレバーを右に倒してあげるっていうところですね。で、前に押し込むとプラス、手前に引くとマイナスっていうところです。まあ、個人的にはね、引くとプラス、押すとマイナスっていうのが、まあ、好きなんですけれども、まあ、トヨタ車の場合は逆という形になります。でアイドリングストップは、確かトヨタ車はないですよね。確かなかった気がします。なので停止中もエンジンはかかっているという形ですね。やっぱりちょっとね、止まってるとこの車のブルブル感、振動っていうのがあのシートを通して、体に伝わってくるなっていうところで、上質感を求めるならばやっぱりハイブリッドの方が良いかなっていう、そんな印象ですね。なるほど。やっぱりちょっとハイブリッド乗っちゃうと、ハイブリッドはいいなっていうとこですね。ハイブリッド乗っちゃうとハイブリッドはいいっすね。やっぱり振動も少ないしね、静かだし力もあるし、でブレーキのそのタッチフィールも良くなってたし、今回のシエンタはハイブリッドに乗っちゃうとハイブリッドが良くなっちゃうなっていう、そんな印象ですね。なるほど。まあ、今回、3車種プラス旧型1車種を乗りました。でこの中で、まあ、乗り心地の順位をつけるとしたら、ハイブリッド E4、 次がハイブリッド FF で、次がガソリンの FF っていう感じですね。そう、ただあのすごい差が開いてるかっていうとそんなことなくて、個人的にはあのハイブリッドの E4 の方がやっぱりしっとり感は出てるかなっていうところなんですけれども、ハイブリッド FF とガソリン FF の乗り心地はそんなにね、差はないかなっていう印象です。そこはねあんまり気にならなかったかなっていうところですね。そう、ただしやっぱりガソリンエンジンの車はこうやって停車してる時なんか車がちょっとブルブルしたりするし、そう、あと、まあ、静粛性であったりっていうところもやっぱりハイブリッドシステムの方が静かだしっていうところですよね。そういったところを考えるとやっぱりハイブリッド車を購入された方が、まあ、良いのかなという感じはあります。ただし予算がねあると思うので、そのシエンタに、まあ、車両価格として300万ぐらい出すのは厳しいよっていう方だったら、個人的にはシエンタの Z じゃなくてその中間グレードの G を選択するっていうのも今回ね乗ってありだなと思いました。そう、中間グレードだとね、主要な安全装備もついてるしっていうところで、なかなか満足感高くなるんじゃないかなっていう感じはありますね。そう、ただこの、ガソリンモデルでも旧型のシエンタハイブリッドと比べるとですね、こっちの方がいいです。こっちの方が圧倒的にいいと思います。旧型のシエンタハイブリッドより走りますよ。あれ全然走んなかったもんな。多分旧型シエンタから
お乗り換えされる方はガソリンモデルでも結構満足感は高いと思います。うん、いやそれだけねやっぱり進化の幅が大きいっていうところですよね。うん、いやびっくりしました今回。はい、ということでね、今回は新型シエンタのガソリン ZFF にですね、試乗させていただきました。これまでね新型シエンタ関連の動画ですね何本か上げておりますので、ぜひですね他の動画もご覧いただければと思います。まだですね新型シエンタ試乗されたことない方はですねぜひ一度ですね試乗してみてください。いや本当ねネガな部分が本当にないっていうぐらい車の出来としてはですね素晴らしく良いものになっております。本当びっくりします。で特に旧型に乗っていらっしゃる方はびっくりすると思います。この違いは本当にそれぐらいね車の出来は良いので、ぜひぜひ、試乗していただきたいと思います。ということで今回は、新型シエンタの、ガソリンモデルお届けいたしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もですねお待ちしております。